はい、さあそれではですね、主催者からご挨拶いただきたいと思います、はい、信州上田祭り実行委員会副会長宮島澄夫様より開会のご挨拶を申し上げます。こんにちは。本日は第7回真田幸村コンテストにお越しいただき誠にありがとうございます。信州上田祭り実行委員会副会長の宮島でございます。主催者を代表いたしましてご挨拶申し上げます。今全国各地のですね、戦国武将ブーム、また来年放送の NHK 大河ドラマ真田丸の効果もあり、大変多くの観光客の皆様にここ信州上田にお越しいただいております。本当にありがとうございます。さてこの真田幸村コンテストは原町一番街商店街の皆様が商店街の活性化を目的に始められたものですが、幸村校を通して上田の名が全国に轟くようになればとの思いで信州上田祭り実行委員会がその開催を託されました。このね、第7回真田幸村コンテストの説明をちょっとここでさせていただきます。はい、お聞きください。先ほども言いました、今回7回目を、迎えます。このコンテストでは信州上田祭り実行委員会が認定する信州上田観光おもてなし部署幸村公約を決定いたします。はい、審査はですね、昨日の予選を勝ち抜いた先ほども言いました10名の方がこの後登場してですね、いろんなパフォーマンス、等で我こそが幸村だということを、はい、アピールしていただきたいと思います。さあそれではですね、本日の決勝、ステージ上でここで1分間の自己アピールと、はい、そして昨日、出されました規定テーマを、演技していただきます。はい、そしてそのね、2つを見ていただいて審査員の先生方が、厳しく審査するということでございます。はい、さあここで、本日決勝審査の審査員の方々をご紹介したいと思います。はい、信州上田祭り実行委員会副会長、JR 上田駅駅長宮島澄夫様、先ほどご挨拶ありがとうございます。上田市立博物館、館長補佐、山崎敦子様、はい、続きまして、上田真田祭り決勝劇プロジェクトリーダー、縦サークル新代表小林幸太郎様、よろしくお願いします。はい、さあ続きまして、一般社団法人、上田青年会議所理事長、東方孝之様、続きまして商店街復興組合上田原町一番商店会理事長代理、河合義則様、よろしくお願いします。河合様よろしくお願いいたします。はい、皆さんおなじみなの一般市民代表、おなじみの原由紀様、よろしくお願いします。原由紀様、はい、ごめんなさい、台本にそう書いてるんですよ。はい、さあ、そして第6回幸村コンテスト優勝者、6代目真田幸村校加藤隆様、はい、よろしくお願いします。はい、さあそれではトップバッターをお呼びしましょう。一人ナンバー1番、宮下俊輝様、どうぞ。それではマイクの前に立っていただきまして、はい、今から笛の合図で自己 PR1 分間でございます。はい、では1分間自己 PR タイムスタート。ここは真田三代の佐渡か。私はこの里を見に参った。皆の顔を見てやっぱり笑顔は足んないですね。あの楽しい家族が絆を持って暮らしているのを見て私は安堵しました。皆さんと共に真田上田三代をこうやって楽しめて、また皆さんがここで400年延々と続いた真田の里をまた引き続き続けていってくれると思います。私も今時間のドラマの関係でもう帰らなくなるって焦っておりますが、400年前にちょっとこれ直しまして、終了終了で宮下さん、終了で終了で、本人的にはもうちょっとあったみたいですけど、言いたいことは言えましたか。
ってるんですよ。いただきます。笛の合図いきますよ。この身が滅びようとも我が魂は滅びる。よいか、我が魂は滅びる。そなたが作る世界よ、私はずっと見ている。よいか、イエス、徳川イエス。はい、はい、これも結構練習されたんですか。もう昨日からもう大変もうなんですか、寝ずに、はい、ちょっと寝ましたけど、ね、ちょっと寝ましたよね、はい、ちょっと寝ました3分寝ました。3分寝たんですね。いやもうめちゃめちゃ緊張伝わってきましたよ。今口の中カラッカラですよね。両サイド真っ白になってますよ。ありがとうございます。宮下さん、ありがとうございました。ありがとうございました。トップバッター、はい、お見事でございました。ありがとうございました。お足元、裸足気をつけてくださいよ。ね。ね、じゃあエントリーナンバー2番、うん、湯本翔さん、どうぞ。どうぞ。お、若い雪村こう来ましたよ。お、大丈夫。今のはわざとなのか。こっち。大丈夫ですか。はい、さあそれではまずは1分間の自己 PR タイムです。はい、いきますよ。それではよーい、皆さんこんにちは。先ほど決戦劇出てました。上田はこれを使っていろいろと盛り上げようとしてますが、で来年真田丸大河ドラマやりますが、自分実際真田丸そんなに眼中にありません。坂井雅人さんたちには、外から上田を PR してもらいまして、もし自分が雪村になりましたら、中から上田の中から上田を PR したいと思っています。自分は中学生から上田に越してきました。高校生に入るまでは、真田雪村の名前を知ってても、ここがゆかりの地だとは知りませんでした。サークル、縦サークルに入りまして、雪村のカリスマ性やら、はい、あ、まだまだありましたね。この仕事超辛い。ものすごい辛いこの仕事、ね、だって言いたいことまだあったの。なんで1分にまとめなかったの。まとまらない、いっぱい時間あったの。ありがとうございます。さあそして引き続きいいね、セリフ楽しみです、はい、来て、はい、さあいきますよ。それではいきます、よーい、うん、この身が滅びようとも我が魂は滅びる。よいか、魂は滅びる。そなたが作るよう私はずっと見ている。聞いたか家康、徳川家康。素晴らしい、はい、あ、一応どうも鳴らしますか。はい、さあピッシー決まったね。決まったね。ねえ、ね、あの直前にセリフチェックしたぐらいから、はいはい、もうとっくに忘れてるかと思ったけど、サッともう入りましたね。エントリーナンバー2番、湯本翔くんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。はい、さあ続いていきましょう。エントリーナンバー3番、平野穂高さん。おい、うわ、もう空気ありますね。女性の方ですね。はい、おい、さあそれでは1分間の自己 PR タイムいきます。スタート。私は上田に来ると本当に幸せな気持ちになります。温かく迎えてくれる皆様の心に笑顔に美しい景色にどれだけ心を救われてきたか分かりません。この上田には私の大切な人たちがいます。大切な仲間たちがいます。この感謝の気持ちを、この感謝の気持ちにこそ真田幸村という名前を私は付けたいと思います。皆さん本当にいつもありがとうございます。私はこの村が大好きです。みんなが大好きです。だからこの感謝の気持ちにどうか真田幸村という名前を登記していただけませんでしょうか。よろしくお願いします。ちょっと5秒でも十分伝わったよね。はい、1分間終了でございます。さあ、あ、もう感極まって入ったよね、かなり気持ちが入ってましたね。降りてきたんだよね、
ね、完全に体に入ったんだもんね、はい、うん、さあ、うん、これ大丈夫ですか、今の状態でちょっと演技の方は大丈夫ですか、うん、はい、ちょっとね、まあ、けどね、その降りてきてるんだったらそのまま、そのまま行っちゃおう、演技に行った方がいいですもんね、うん、さあそれでは、うん、規定演技の時間でございます、はい、お願いします。この身が滅びようとも我が魂は滅びぬ。よいか、魂は滅びぬ。そなたの作るよう私はずっと見ている。よいか家康、徳川家康。はい、完全に入ったね。はい、平野さん、好きな食べ物は何かな。好きな食べ物は、うん、ね、うん、あの上田で骨付きを食べてから、うん、すっごい美味しくて、はい、骨付き大好きなんですよね、はい、うん、で、あの米物は好きなんです。米物が大好き、はい、米物大好きって言っていい顔してるな。ちょっとホッとするこういう一面もあるんですよ。ね、はい、なるほどね、はい、はい、平野穂高さんでした。ありがとうございました。エントリーナンバー4番、長谷部俊さん、どうぞ。はい、OK ですか、はい、じゃあ行きましょう、はい、1分間の自己 PR タイムスタート、でございましたね。次は規定 の、はい、あのセリフの方、うん、はい、じゃあいきましょう、規定演技の方参ります。この身が滅びようとも我が魂は滅びぬ。よいか、魂は滅びぬ。そなたが作るよう私はずっと見ているぞ。聞こえたか家康、徳川家康だ。はい、これまた熱のこもった演技でございましたね。いや気持ち持ってかれましたよ、ね、出来栄えの方は自分の中では何点ぐらいで。20点ぐらいです。まだ20点。俊君ありがとう。はい、長谷部俊さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ意外ところ質疑を、おお、さすが、言っといて、はあ、ご紹介しましょう、丸山浩二さん、どうぞ。はい、どうぞ。さあすごい声援でございますね。あの、はい、大丈夫ですか、マイクとかこの動き大丈夫です、はい、はい、じゃあ1分間の自己 PR タイムスタート、はい、いざ参ら。
了でございます。自己 PR でございました、はい、またこれまた素晴らしい動きを、ね、披露していただきました、はい、さあそれでは気持ちを変えて、はい、規定演技の方の、はい、時間でございます。じゃあお願いします。この身が滅びようとも我が魂は滅びぬ。よいか、魂は滅びぬ。そなたが作るよう私はずっと見ている。聞いたか家康、徳川家康。素晴らしい、はい、ありがとうございます。こちらも熱のこもった演技でございました。はい、いやこれがもう答えですよ、はいはい、もう演じてるというかやっぱりそれ昔本当にこういう人がいたんじゃないかっていうね、ドリューズドリューズ、うんうん、はい、はい、はい、丸山浩二様でした。ありがとうございました。さあそれでは参りましょう、はい、エントリーナンバー6番小林由紀子さん、どうぞ。はい、あら、はい、さあそれではマイクちょっと下げますか、ね、はい、あ、大丈夫です、はい、じゃあ準備よろしければいいですか。自己 PR タイム1分間スタート。小林由紀子と申します。この上田の地で華やかに歴史に名を残した真田幸村、その裏にはたくさんの方が関わっていて、その人たちの思いやその人たちの人生、それも幸村様は背負ったことと思います。私にもこの上田でたくさんの仲間がいます。その仲間と同じように戦っていきたい。そしてその残してくれた上田を私は守って皆さんに伝えていきたいと思っております。収まりましたね、はい、ジャストの時トンとなりました、ね、はい、素晴らしいです。どうぞ前の方へ、はいはい、さあそれでは引き続き、はい、規定の演技セリフを披露していただきます、はい、さあそれでは規定の演技披露していただきましょう。お願いします。作るよ私はずっと見ている。聞いたか家康、徳川家康。素晴らしい、はい、これも熱があって持ったことでございます。はい、原様どうぞ、はい、どうぞ。多分この中で司会のお二人しかご存知じゃないこの二人があのご主人が誰なのかご存知じゃない。そうですね、僕らは知らないですよ、はい、そうですね。というわけでじゃあ一生そのまま悩んでみてください以上です。あ、俺分かった。あ、もう謎のままにしておきましょう、はい、では小林由紀子さんありがとうございました。ありがとうございました。小林さんっていう人か、はい、さあ参りましょう。続いて、はい、エントリーナンバー7番ですね、うん、手塚和恵さんです、はい、どうぞ。どうぞ。さあそれでは1分間の自己 PR タイムお願いします。私が歴史を好きになったのは4年前に亡くなった歴史が大好きな父のきっかけが大きくて、父が残していった本の中で池波正太郎さんの信長と秀吉と家康という小説を読んで、あ、歴史ってこんな面白いんだと思って、そこから興味を持って、やっぱり父も雪村好きだと思うんですから、やっぱり自分で調べていくうちに、昨日もちらっとお話しさせていただいたんですけども、やっぱり雪村の一番の魅力っていうのは特攻隊のような
本当に最後の一瞬輝くのが一番だと思うんですね。で、その父が残していった歴史という財産を私自身が何か歴史に生かせて何か次につながれるようなものをやっていけたらなと、なそれが恩返しだと思っております。ごめんなさい、はい、ごめんなさいね。でも伝えれましたかね、はい、あ、よかった。さあ、それでは引き続き規定演技のセリフを披露していただきます。ご準備いいですか。はい、では参りましょう。お願いします。この身が滅びようとも我が魂は滅びぬ。よいか、魂は滅びぬ。そなたが作るよう私はずっと見ている。聞いたかいやせ、たかいやせ。です。はい、ありがとうございます。ね、体は小さくてもそうですよ。迫力がございましたよ。はいね、ありがとうございます。はい、ということで手塚和恵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、はい、続いていきましょう。エントリーナンバー8番、橋本拓也さんです。どうぞ。はい、おっと。よろしいですか、準備は。じゃあ笛の合図でスタートしてください。いきますよ、うん、1分間 PR タイムスタート。自分は引っ込み思案な性格で、人前でこのように話したり、ましてコンテストに出るような性格ではありませんでした。それが去年とあるツアーで上田で活躍する方々に出会って、それで今年の春の真田祭りに参加させていただき、役までいただきました。それでその後もいろんな上田の方々に出会って、で自分も歴代木村校のに名前を連れたいと思うようになりました。このように変われたのも木村校のおかげ、そして上田の方々のおかげだと思っております。木村校になって木村校の熱い魂を、熱い気持ちを学び、自分も熱いものの風になれたらと思っております。よろしくお願いします。あとちょっとあるよ、もう一回よろしくお願いします。やっちゃおうか。よろしくお願いします。はい、はい、1分間でございます。はい、なるほどね。いろいろこう皆さん応募するきっかけが人それぞれ違うんですね。違いますよ、やっぱりね。はい、うん、さあ、それでは引き続き、はい、規定の演技のねセリフの披露していただきます。さあ、それでは規定演技のセリフを披露していただきましょう。お願いします。この身が滅びようとも決して我が魂は滅びん。よいか、魂は滅びぬ。そなたが作るよう私はずっと見ているぞ。聞いたか家康、徳川家康。はい、はい、ありがとうございます。拓也君決まったよ。はい、拓也君ありがとう。橋本拓也さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、エントリーナンバー9番、土屋次雄さんです。どうぞ。あら、味がある。さあ、それでは笛の合図で1分間の PR タイムお願いします。こんにちは、私は上田城が好きで、信繁という名前が好きで、赤備えが好きで、上田城甲冑隊入りました。すいません。大丈夫ですよ。感極まって、はい、全然出ません。それも表現してください、まあ、はい、このステージに上がれただけで今日は幸せでございます。あとはちょっとすいません、ただ信繁という名前が好きで、私は子供に信繁という名前をつけたかったのですが、家内と娘に反対をされまして断念したいきさつがあります。家内は、私は信繁という武将の男気に感じてつけたかったのですが、家内とすればうちを守ってもらいたいという気持ちだそうです。以上です。あ、ありがとうございます。よかった。なんとなくいい形で一応収まりましたね、はい、うわー、はい、お子さんと娘さんがちょっと反対だっていうことになっちゃったんですね、はい、いや奥さんも不安でしょうね。10月ありますからね。10月、そうです、はい、名前は一生もんですから ね、まあまあ、
まあ、それだけ好きということでございます、はい、さあそれでは1分間じゃないごめんなさい、うん、指定の演技のセリフの方披露していただきます、はい、準備いかがですか。はい、OK ですか。じゃあ行きましょう。お願いします。この身が滅びよとも魂は滅びぬ、魂は滅びぬ、家康よずっとこのそこから見ておるぞ。全然大丈夫ですよ。はい、家康、徳川家康、OK です。はい、OK です。はい、ありがとうございました。土屋継男さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。早かったですね。10人目の方、じゃあご紹介しましょう。エントリーナンバー10番、坂口平さんです。どうぞ。ご準備が良ければ笛鳴らしますけどいいですか。はい、じゃあ1分間の PR タイムお願いします。雪村コンテストが集まりました皆様にお礼を申し上げたいに参上しました日の本一のヘタレでございます。5回の負け戦、一度たりとも悔いたことはございません。なぜならば5回ここに立ち楽しむことができました。故に一切の後悔はございません。ただ一つ皆々様にお願い申し上げたい、真田の名、それは甲冑や役名はお金で買えてもその魂は決して宿るものはございません。故にここに集うた強者のような熱き魂を持った方々にそれがつながるよう引き続きこのコンテストを続けていただければと思っております。瀬田です。最後のお願いでございます。皆様ありがとうございました。素晴らしい、素晴らしい1分に収まりました。はい、はい、なんて書いてるんですか。何て書いてるんですか。おお、はい、この2つを、はい、なんて読むんですかこれ。大事なとこなんですけどね、はい、ちょっとこれ、なんて呼ぶんですかこれは。もののふたちおは分かりますが、ゆしきっていいんですか。あやしき、あやしき、なるほど。来年も来てくださいね。はい、それではお願いします。この身が滅びようとも我が魂は滅びぬ、よいか、魂は滅びぬ、皆が作るよう私は見ている。よいか、集うた者の子たちよ、これより集う全国からの者たちよ。はい、ちょっとセリフ変えてきましたよ、山本さん。ちょっと、はい、ちょっと集合ですね。はい、ちょっとあの、今なんで集合かかったか分かってますよね。分かってます。今、なんで今こう、僕にこの距離で近寄られてるかは、分かります。それはもう存じてますよね。ちょっと待ってもらっていいですか。うんうんうん、何かが起こりました。うんうんうん、あ、今のは何なんですか。真田幸村様になりたいんですか、それとも真田幸村様を応援してるんですか、どちらでしょう。もう7回目なんです。そろそろ上田から出してください。はい、坂口さん、私今メールを読んでいるんですけど、誰からのメールだと思いますか。おや、もしかしたら、はい、君の天敵早川千佐さんからでございます。天敵なんですか。あ、天敵じゃなかったですね。はい、ですね、まず昨日の問題覚えてますよね、いろいろ問題出たの。はい、あれは誰が作ったか分かりますか。はい、分かっております。はい、それは千佐さんが作ったんですけれども、まず一つ目は、はい、私が作った問題はどうでしたか。はい、分かりました。これどっか中継つながってますよね。早川さんに言いますよ。はい、どうぞ。相手、はい、マニアすぎますよ。ですよね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあしっかりそのように伝えます。それともう一つ、伝えますか。伝えます。はい、それともう一つ、雪村様の誇りは何だと思いますか。そしてあなたの誇りは何でしょうか。はい、雪村様の誇りは一切引かなかったことだと思います。意地を貫かれたことです。そして私の誇りです。私の誇りは我が息子でございます。これに変えるものは一切ございません。はい、
ね、ということでございます。ありがとうございました。坂口大馬さんでした。ありがとうございました。いやでも先生方素晴らしき10組だったと思いませんか、はい、決勝に残った10人、ね、さあどうぞエントリーナンバー1番から10番のわーはい皆様うわ久しぶり、はい、なんかね懐かしい またつまずいたよ あの頃が懐かしい ね、うん、頑張ったもん、はいうんあらさあ10人が全員になりました、うん、あもう商品の方も用意されてますあじゃあ審査員の先生方やっぱりこうやって改めて全員を見たら、はい、やっぱパワーありますよ、ね、ありますね、うん、甲冑もねやっぱり決まってありますね、はい、皆さん、はいはい、おさあもう誰がなってもまあおかしくないっちゃおかしくないですよねはい、はい、さ あどうもはじめましてどうも雪丸くん今日はね、ありがとうございます。どうしよう、ね、ずっといろんなところでね、あのちっちゃいお子さんとね、遊んだりしてくれておりました。雪丸くん、あれ、はい、命ってできる命なんで TIM のネタやろすごいね。雪丸くん、あれでもそんなの関係ないできるそんなの関係できるできる、うん、そんなの関係できるできるんだねだから人のネタやらせてどうすんねんすごいねはいさあ、それではまず一つ目のショーでございますいきますよ、皆さんはい。真田雪丸賞でございますこちらはですね雪丸号のコスチュームで最も秀でた方に贈る賞でございます、うん、さあそれでは私初めて結果の方見ます ねすごいね雪丸くんが覗いてる後ろから、うん、さあそれでは雪丸賞発表しますはいエントリーナンバー9番辻土屋継義さん。雪丸賞。さあこちら、さらに雪丸賞はですね、上田原町一番商店会様から六門線グッズが贈られます。さあそれでは雪丸くんから、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。お写真いただきますね。正面でお写真大丈夫ですか。大丈夫ですか。ちょっとね。正面お写真いただきます。ひまるくん。はい。はい。はい。おめでとうございます。表彰賞。エントリーナンバー1番宮下さん。おや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 。おなじみ原先生から。はい、おなじみ原先生から宮下俊輔様にはですね、はい、原先生、これはちょっと選考理由ちょっと聞かせてください。ああ、お願いします。マイク入ってますか。はい、はい、おめでとうございました。選考理由はもう最後の芝生のワンシーンで決定ということで、はい、なるほど、ゴロゴロしてたのがゴロゴロしてたことでもう決定だったので、またこれからもぜひお願いします。一言芝生のところで皆さんと一緒にこのコンテストを見て、僕は本当に幸せです。涙が出てどうしますか、はい、今全然撤回できるんですよ。今大丈夫ですか。今嘘泣きしましたよ撤回もできるんですよおめでとうございます。ありがとうございます。こちらもね、上田原町一番商店街様から六門線グッズが贈られました。ありがとうございます。師匠賞お、あ、師匠、うん、はい、真田氏に関する難しい問題がね、昨日皆さんやったと思います。その中で最も優秀な方に贈られる賞でございます、はい、さあじゃあこちら発表しますよ。それ真田幸村を一番理解っていうか知識がある人ですからね。はい、それでは師匠賞の発表です。おエントリーナンバー4番うん、長谷部さん。おお、男前。はい、男前同士の、はい、東方から、はい、ちょっとごめんなさい、一回ちょっと2人並んでもらって、はい、この2人の男前ちょっと、まあ、これもね写真撮っていただきましょう。ちょっとなかなかいい男前2人揃いましたよ。はい、さあ、では先行理由ごめんなさい、はい、お願いします。素晴らしい演舞だったんですけど、もう知能の方が素晴らしすぎちゃって、うん、そちらの方での賞に今回なってしまいました。でもまあ全然勝利と一緒にできるようなさせ
躍していただきたいなと思いますので頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしかったですが、師匠がさらに上回った。はい、なので雪村がね、知ることを一番理解してるということでございますからね。はい、こちらも、はい、上田原町一番街商店街様から六文銭グッズが送られました。はい、はい、ありがとうございます。はい、さあ続いての賞はですね、何でしょう。はい、はい、どうぞ。審査員の方で特別賞枠がございまして、ほう、ここで発表させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。審査員特別賞、はい、はい、選考不能という状態に陥りました方が一人おりまして、選考不能、一体どんなパフォーマンスだったんだと、はい、これは雪村を好きなのか、雪村を愛してるのか、なりたいのか、はあ、結局分からずじまいでしたので、はい、しかし能力は高いということで、10番坂口平さん、したー、審査員特別賞をお渡しさせていただきます。審査員特別賞、特別に作られた賞でございます。はい、審査員特別賞枠としまして、はい、来年真田上田真田祭り、はい、真田昌幸を演じていただきます。あららららららら、おめでとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、副賞をさらっと言い過ぎですって。結構重みあるやつを、あの来年あのしてもらいます。さらっと言い過ぎです。7代目雪村公は彼の息子になります。ほう、おお、覚悟してください。以上、3回に特別賞でございました。 すごい、ありがとうございます。おめでとうございます。いや、ね、準優勝です。準優勝、はい、わかりました。そうですか、決まるんですか。はい、さあこちら準優勝はですね、うん、真田幸村公影武者と、そうですね、いう役目を、はい、得ることができます。では発表します。はい、準優勝は、はい、ちょっと黒川さんごめんなさい、はいはい、もう緊張しなくていいんですよ、大丈夫です。もう絶対な、もう名前呼ばれることないですから、もう緊張しなくていいんですよ。はい、もうリラックスしてください。はいはい、大丈夫です、大丈夫です。準優勝、準優勝はエントリーナンバー6番、うん、小林さん、きたきた。さあ、どなたが授与してくれるんでしょうか。どなたが授与してくれるんでしょうか。これは非常に興味のある、授与していただける先生は、旦那様でございます。どうぞどうぞ。はい、お願いします。近寄ってください。あ、どうも、愛してます。あ、違う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 、マイク通じて何言ってるんですか。ここまでやってきたコンテスト台無しですわ。ありがとうございまして、認定証、はい、小林幸子殿、貴殿は第7回真田幸村コンテストにおいて優秀な成績を収めました。よって1年間紳士上田観光おもてなし部長真田幸村公影武者となることを認定いたします。平成27年11月1日紳士上田祭り実行委員会会長森義則、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。小林幸太郎さんから、認定証授与でございます、はい、そして景品もですね、そうですよ、まだありますよ。どうもおめでとうございました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちら、はい、はい、さあではこれからの ね、1年間影武者といえど、はい、これはもう素晴らしい名前を授かったわけでございます、一度お預かりしますね、はい、お気持ちを影武者とはいえね、はい、一緒に多分ずっと行動していただくことで、常に、はい、あの行動は一緒になりますので、はい、1年間頑張ってくださいね。はい、どうぞ。じゃあちょっと今のお気持ちを、一言いただきましょう。はい、すごいびっくりしております。今回コンテストに出させていただいて、もうそれだけでやり終えて、もう結果はどうであれやりきったって思っていました。ここで賞をいただいて、私が小助をできるということになりましたので、もう精一杯雪村様の、元で
命がなくなってもついていくと思いでという思いで演じていきたいと思いますので、皆さん1年間よろしくお願いします。はい、お願いします。1年間ね、頑張ってください。それも大事ですけど、ちゃんとあの炊事洗濯掃除の方もちゃんと頑張ってくださいね。妻としての、ね、それはそれ、これはこれですからね、はいはい、妻としてのお仕事も大変だと思いますけども、ね、そうですよ、両立ですよ、両立してください。はい、はい、どうぞ。はい、おめでとうございます、はい、準優勝さあ決まってしまいますよ。はい、さあそして最後、ここからあと一人お名前を呼ばれるわけですね。はい、最後の一人優勝します。見てますか、雪村君、見てますか。はい、決まりますよ。はい、大丈夫です。はい、さあそれでは最後の一つですね。もうでもこうなったらわからないです。はい、うん、真田幸村公役をゲットしたのは、うん、発表します。どうぞ。さあそれでは、はい、こちら認定賞をですねお送りしていただきます。宮島様から認定賞の方です。お願いします、お願いします。はい、認定賞平野穂高殿、貴殿は第7回真田幸村コンテストにおいて優秀な成績を収めました。よって1年間信州上田観光もてなし部賞真田幸村校となることを認定いたします。平成27年11月1日信州上田祭り実行委員会会長森吉典平戸君、1年間よろしくお願いします。ありがとうございました。うわー、すごい中学生でございます。いや、ごめんなさい先生、この選考理由ちょっとお聞かせください。先ほどもですね、演出の見てる方もいたと思うんですけど、やはり皆さんね、10名の方、本当に真田幸村、また上田に対してですね、熱い気持ちは私ども全員受けましたけど、特にですね、平野様からは、そのようなですね、熱いものが皆さん受けました。またこの1年間ですね、ぜひこの真田幸村公様、また上田のためにですね、ご活躍をしていただくことを期待いたしまして、今回優勝とさせていただきました。はい、すごいことになりましたね。さあ、そしてまだまだありますよ、はい、軍配の方を送り いたします。河合義則様からです。はい、おめでとうございました。はい、まだありますよ。続きましては、一旦お預かりしますね。上りの旗でございますね。はい、じゃあ山崎敦子様から送られます。はい、はい、さあさらに記念品もございますので、小林幸太郎様から。嬉しいね。はい、うん、まだありますよ。まだあるんですよ。そして雪村校の兜の字を、前回真田幸村コンテスト優勝者6代目加藤隆様から贈られます。さあ1年間ね、うまく務められた方から、はい、加藤様からこれ大事な助けをいただきましたね。そうですね、はい、6代目から今7代目カブトの方がね託されました。音消しちゃうここで。あ、けどいい雰囲気の変えちゃう今ね、ちょっとしっかりとカブトの方ね装着しておりますけども、ね、うん、ちょっとこれ誰か持ってもらってちょっといいかな、これたくさんのね、うん、限界だな。はい、じゃあちょっと山本さん、上りの旗だけはしっかり持っていただいていいですか。はい、いや、もうそれはもう加藤さんから次の1年へと、メッセージを送ってあげてください。お願いします。託された気持ち、あとはよろしくお願いいたします。
はい、さあそれでは平野さん、はい、皆さんを前に全員の代表となったわけですからね、決意表明ですね。はい、うん、あ、平野さんではございませんね、真田幸村校。それでは決意表明をよろしくお願いいたします。私の思いをたくさんの方に聞いていただいて本当にありがとうございます。そしてこの真田幸村校の名前をしっかりと受け止めてこの1年間努めていきたいと思います。皆様の真田幸村が大好きだという気持ち、それから上田氏が大好きだという気持ちを誰よりも代弁できるように努めていきますので、皆様のその気持ちをもっともっと私にも教えていただきたいと思います。まだまだ未熟なところもありますが、これから幸村校の名前と一緒に成長していきたいと思いますので、どうか1年間見守っていただきますよう何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございました。みんな大好きだというところだよね。そうですよね、もう、はい、ね、うん、ということで本当に優勝おめでとうございます、はい、ということで第7代目、うん、決まりました。はい、じゃあもう全出演者の方前に来てください。ちょっとね、もう皆さん前に来てください。はい、はい、あ、平さん真ん中どうぞ。そう、今こう、うん、真ん中でね、はい、はい、みんなで囲んでいただきますよ。はい、審査員の先生の皆様ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんね、ございました、大変な審査でございました。ありがとうございます。はい、率直に嬉しいです。はい、皆さんでぜひ真田盛り上げていきましょうね。楽しいです。穴山小助をやらせていただきます小林由紀子と申します。上田に住んで20年になります。今回幸村様の、影武者として小助をやらせていただきますので、それとともに精一杯上田を PR して、上田にたくさんの人が来ていただけるように、努めさせていただきたいと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。これから1年間上田市の真田幸村校を演じさせていただきます平野穂高と申します。上田市の魅力と皆さんの大切なこの真田幸村校の名前を嘘のない言葉で生の上田市の魅力を見て知って発信していきたいと思いますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。